はあ、よいしょっと。ああ、うめえ。ああ、うん。ああ、おお、よいしょ。わお。おお。はいはい、ヤモリ姫です。私ですね、普段から愛用している飲み物っていくつかあるんですよ。野菜ジュースだとか、ミネラルウォーターとかもそうなんですけど、こちらのですね、安い炭酸水もですね、普段よく飲んでるんですよ。レモン&ライムっていう炭酸ジュースなんですけど、これですね、一缶だいたい30円ぐらいなんですよ。めちゃくちゃ安い。もうね、それぐらいの値段の炭酸水ってですね、飲んでみてもなんかあれあんま美味しくないなってのが多いんですけど、このレモン&ライムはですね、安くてうまいんですよ、普通に。だからね、うちにはこのレモン&ライムが常に箱買いしてあります。というわけで普段からよく飲んでるんですけど、そのせいでめちゃくちゃ缶のゴミが出ます。もうこいつらね、めちゃくちゃかさばるんですよ。超絶邪魔。でもね、せっかく空き缶がたくさん出るんだから、こいつらを有効利用してやりたい。というわけで私は思いつきました。そう、このご時世、いつ何時誰かに襲われるかもわからない、そんなご時世において必要なもの、そう、それは武器。というわけで今回はこの空き缶を使って素晴らしい鉄の武器を作り上げていこうと思います。スイッスイッ。はい、ご用意いたしましたのは針金と木。そう、今回作っていく武器はですね、ムチでございます。この針金に先ほどの空き缶を通していってムチにするというものでございます。あ、痛い痛い痛い、刺さる、めっちゃ刺さる。じゃあ早速作っていきましょう。まずはね、ムチの長さを決める。どれくらいにしようか。おー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 、オッケー。二つ折りにして大体これぐらい。そう、これの倍の長さ。大体ね、1メートル、いや2メートルぐらいあるかもしんない。結構長いです。カッ！この缶のね、後ろの方にキリで穴を開けて、この飲み口の方から針金を貫通させようと思います。今から、お前に穴を開けてやるぜ。はい、こんな感じですね。きっちりね、針金が通るぐらいの穴が開きました。で、これを、中に入れの、よし、出た。はい、こんな感じにしてどんどんつなげていきます。で、一番後ろになるので、ここが穴から抜けないようにちょっと曲げてね、ストッパー的なやつを作っておきましょう。はい、こんな感じになりました。これでね、缶が来てもこういい感じに止まるのでね。スイッ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 、よいしょ、はい、よし、まあまあ穴開いたでしょう。よし、できたんじゃない。よし、まあ持ち手はこんなもんでしょう。オーケー、いい感じにできました。私の武器が。早速使ってみようと思います。とりあえずこのバケツめがけて打ってみよう。うっせうっせ、マジ、